私は忍者の藤林すずと申します。以後、お見知りおきを。私に声をかけるということは任務でしょうかわかりました。一緒に行きましょう。忍者に笑顔や愛嬌は不要です。感情を表に出すのも忍者にはふさわしくありません。己の心を律して任務に当たるのが理想の姿なのです。この前、カレーというとても辛いものを食べました。 あまりに辛くてつい池に飛び込んでしまいました忍びの里の所在は秘密です忍びの一族以外の者のに知られるわけにはいきませんいつかあなたをご招待したいとは思いますが申し訳ありませんあなたに会えてよかったですもしいつかお別れしなければならない時が来たらきっと私は寂しいと感じてしまうのだと思います おごるわけにはいきません。これは必要な成長です。修行の賜物ですね。今後も精進いたします。この試練、鈴は乗り越えてみせます。術に磨きがかかりましたね。忍者としてさらなる高みを目指さなくては。今後も任務がありましたら、ぜひ私に声をかけてください。あなたと一緒にいると、なぜか不思議な気持ちになります。 はい参りましょう任務ですねわかりましたこれを私にありがとうございますこれは忍者に必要でしょうかおいしいものを作りましょう任務を開始しますこの戦いも定め参りますはやとたえく こんなものでこれがさだめ参ります忍法ライデンとどろけ日報サミダレはあこれで終わりです日報ジュアイア来い行け任務は完了しました恨まないでください終わりましたね 戦い抜きます。この命尽きるまで忍者は非常でなければならないのです伊賀栗流忍法お見せします最後まで気を抜くわけにはいきません来ます警戒してください